はい、皆さんこんにちは、シスです。いやー、やっと来ましたミンサガガチャ、そして人選が素晴らしい赤間フリーレフラマー。いやー、分かってるわ、運営めちゃくちゃいいスタイル持ってきましたね。そうですよね、フリーレさんといえば赤間同士、この2人にはオブシダンソードのやり取りありましたからね。そしてフリーレさんのお姉さん、バイゼルハイムのフラーマさんも来たと。いや、これはかなり熱い。で、スタイルの人選が熱いっていうのもあるんですが、今回は能力の方も相当に熱くなってるんじゃないかなというふうに思ってます。もちろんね、最近運営さんはインフレを懸念しているのか、めちゃくちゃ強いスタイルっていうのを出してきていないので、その熱さ度合いがもう人権だみたいなことではないんですが、いや、珍しく3体とも面白いんじゃないのかなというふうには思えますね。というわけで、毎回恒例ガチャが来た後の、一応評価という形やらせてもらおうかなというふうに思っております。あくまで個人的な意見になりますが、参考にしていただければ幸いです。評価の方はいつも通りこの表で評価していこうかなというふうに思っております。いや、もうかなり終わってしまった人も多いかもしれませんが、螺旋回路、高層ボスと追憶の幻灯城、そして最果ての決戦と、あとエッグ。エッグはまだ私自身が7形態までしかやっていないので、ちょっと仮評価という形にしています。そして他高難易度、ここは螺旋とか追憶とか最果てエッグ以外の部分の評価になります。まあ、例えば回避パーティーで使えるとか、無理やり状態異常かけていくパーティーで使えるとか、他に唯一性があるとか、面白い性能があったりすると評価する項目になっております。で、最後に周回性能、1ラウンドボス、2ラウンド、3ラウンド。いや、それにしてもマジで音楽が熱い。いや、ミニオンといえばこの音楽なんよな。そして赤間同士ミニオン、正体を隠していないもう名前がミニオンになっちゃってるからな。というわけで、まず赤魔道士から見ていきましょう。吸収魔道、通常攻撃時は発動しないんですけども、技術を当てた時、命中時に、エナステプラス、威力 B の単体、そして命中時自身の HP を回復する効果小がランク1で発動。確率特大、いやー、でかいね。通常攻撃で発動しないのは残念なんですが、50% で小回復できるのはめちゃくちゃ美味しい。追撃なんで、ダメージも稼げますしね。そして2番目、また攻撃命中時、対象の精神を低下効果小、さらに自身の BP をプラ1。来ました、ミニオンさんといえば精神下げ。しかも今回は確率ではなく確定精神下げ効果小、おそらく 5% ですね。で、最後にプロテクトハイテンションをしっかりと備えている。プロハイ持ってて 50% の確率で追撃エナステで小回復できるので、相当硬いキャラにはなっていそうです。で、しかも追撃が発生したら2番目のアビリティ2回発動するんで、2回精神下げながら自身の BP2 回復、毎ターン5回復キャラに 50% の確率でなれる。BP 周りが相当美味しいですよね。ただやはり懸念点は、杖ポコではエナステ追撃発動しなかったり、ちょっと命中不安があったりすると、この1番目のアビリティも2番目のアビリティも命中時のみなんで、当たらなければ発動しないっていう弱点がありますね。で、技の方がね、ちょっと残念な部分があって、 BP0 技ゼロ術とか持っていたらめちゃくちゃ相性良かったんですが、まず一つ目、覚醒すると BP3、 威力 B の単体スタン技。そして2番目、覚醒すると BP5、 威力 B の単体混乱技、スタンと混乱持っていて、で、最後これが面白い、連発されてきました、ダークスフィアプラス。覚醒すると BP10 3S単体技、攻撃命中時対象のステータスアップ、能力アップ状態を解除する。いやー、来ました、ナルセスさんとかで来ていたあれですね。いや、ロマサガ RS の上は一旦出すと連発してきますよね、全体極小回復とか
能力アップ解除も今後たくさん出てくる可能性はある。そしてダークスフィアめちゃくちゃ性能高いですね。BP10 威力 3S ももちろん強いですし、当たった時の能力アップ解除っていうのもめちゃくちゃでかいというか面白い。ただこの術はロックブーケさんも使いますね。あとルージュもか。赤魔道士さんはいろんな運用を考えられまして、まあ本体が回復するしプロハイ持ってて硬いんで、まあ耐久しながらダメージを与えていくっていうパターンもありますし、このダークスフィアプラスで能力アップ解除っていうのをピンポイントでガーンって入れていく場合もありますし、やっぱり一番注目なのは精神を下げて状態異常を入れていく、これですね。ちょっとプラチナガチャさんになってしまうんですけども、ミニオンストライフ、このヒネズミという技を継承してくるのがおそらく一番一般的に使われるであろう戦略かなというふうに思われます。ヒネズミは攻撃命中時対象の精神を低下効果小 15% 低下させます。でさらにヒネズミ命中時に確定で 5% アビリティで精神下げるので 20% 確定で、追撃が発生すれば 25% 精神を下げることができる。最近であれば福魔伝とかがまさに精神下げて無理やり状態異常入れていくよっていうのがめっちゃくちゃ活躍したところであるので、いやこのミニオン系今後の活躍も期待できるんじゃないかなというふうに思っております。ただ懸念点ありまして、いや精神下げるだけならプラチナさんワイルでも良くないといういやそうなんですよ。プラチナさんワイルでも、確率中 25% で効果特大精神下げが発動するんですよね。つまりヒネズミ 15% と合わせて 35% の精神低下が狙える。一方で赤間さんは最大でも 25%、 いやプラチナガチャで出てくるワイルの方が強いやないかーいっていうまあこの精神下げに関して本体をプラチナガチャさんワイル使うか赤間同士使うかっていうのは場合によって分かれてくるのかなとは思っています。プラチナさんワイルのいいところはさっき言ったように、まあ確率は低いんですけども、リセマラどうせ1ターン目で入れるでしょうみたいな場合はリセマラすれば精神デバフ量赤魔同士よりでかい。そしてついでに毒も入れられる。これ結構でかくて、福魔伝の時にあのプラチナワイルで毒めちゃくちゃ活躍したんですよね。いや結局さ状態異常ではめてるから毒入れなくても勝てるんですが、状態異常はめはとにかく火力がないので入る場合であれば毒入れたいんですよね。で一方で赤魔道士のいいところ、まあ知力とか基本ステータスが高いのでデバフが入る確率が高い。であとは本体が硬いので、まあ、プラチナさんワイルとかはあの1ターン目であのデバフかける前に死んじゃうみたいなことが時々ありましたんで、まあ、そういうことはなくなるかなと。であとは1ターン目のデバフ量に関しては負けるんですが、まあ、2回行動になれば耐性ダウン成績の効果も2回発動し発判定がありますし、まあ、そこまで悪くはない。そして1ターン目に無理やり状態異常を入れていくのではなくて、まあ、2ターン目とか継続的に精神デバフ入れながらどっかで状態異常入れていくよみたいな場合にはこっちの赤魔同士の方がいいですね。そうしたら評価の方、螺旋回路構想ボス、ちょ一旦×にしましたが、これ確率なんで安定はしないんですけど、ワンチャンもしかしたら赤間短期螺旋回路150回とかもあるかもしれない。まあやっぱり螺旋回路構想ボスは全体、味方全体に効果を及ぼすアビリティとか技持っててほしいなというところで×にしました。そして追憶の幻灯状丸にしました。いや何がいいって本体がめちゃくちゃ硬くて回復するので安定度が半端ない。そして単体攻撃であれば火力もある。でさらにスタンも持っているっていうのは苦人心にはいいですよね。ただ懸念点は範囲攻撃がないこと。でそこに関しては
ストライフさんから火の鳥継承してくるとかで、まあちょ複属性闇術と熱術が合わさってしまうことになってしまうんですが、最近は達人成績とかもありますから、この複属性魔法も使いこなせますし、まあこういった、範囲技を持ってくることによって一応そのデメリットっていうのは消せるかなとは思ってます。ただ一旦丸にしたんですが、ちょ範囲技プラチナさんのストライフワイルドが持ってない人にとっては範囲使えなくなっちゃうんで、そういう方にとっては三角評価くらいまで落ちちゃうかもしれません。そして最果ての決戦と、いやこれね、アビリティ追撃が 50% で入るんですよ。でアビリティ追撃って手数プラス1されちゃうんで、これは全く使えないですね。そしてエッグも仮ですが×で、他高難易度、ここがある意味一番期待される部分じゃないかなというふうに思ってます。で無理やり状態異常入れるっていうのが、さっきの精神下げもありますし、本体自体が状態異常持ってるっていうのもあって、期待できるところではある。で丸つけたかったんですが、やはりプラチナさんのワイル、プラチナガチャのワイルでもいいんじゃないという部分も あるので、ちょっと一旦三角評価まで抑えてます。ただ私のこの他高難易度の評価にの部分は三角評価でも結構いい評価となってます。あとはダークスフィアプラスの、能力アップ解除っていうのもどこかで輝くかもしれませんよね。で最後に周回性能、こちらは、1ラウンドボスに関しては一応三角にしてます。闇属性、陰属性のダークスフィアプラスっていうのが陰属性の中では結構強いので、陰弱点のボスなんかが来た場合にもしかしたら使えるかもしれない。で周回2ラウンド3ラウンドは×にしてます。全体技が使えないということと、まあ、全体はプラチナガチャから継承してくればいいじゃんみたいな話もあるかもしれないんですが、確率追撃なんですよ。周回で確率追撃は邪魔すぎるので×にしてます。いやしかしさ、何よりも最大のメリットはかっこよさかもしれん。ドット絵もかっこよくない？これめちゃくちゃかっこよくない？いや私がミンサが好きだからちょっとひいきしちゃってる部分もあるかもしれないんですが、めちゃくちゃかっこいい。さあそして2番目フリーレさん、いや地味にね、この今回の3体の中では一番すぐに活躍するのはフリーレさんかなというふうに思っております。そしてねフリーレさんめちゃくちゃ面白いんですよ。これなんと1ラウンド目石化してます。いや原作再現オブシダンソード守ってるとこ原作再現。いやヨハン、サガフロ2のヨハンがジョージ毒みたいなのと同じように、これ原作ファン大喜び。ただヨハンの毒はデメリットでしかなかったんですが、今回のフリーレさんこの氷漬け状態、デメリットだけでなく逆にいい面もあるかなというふうに思ってます。アビリティ見ていきましょう。氷漬けの守護者、最初の一ターン自身石化状態なんですが、余ダメージ上昇効果特大、さらに体験装備時、効果特大、20%×2 40% ここだけで上がります。そして2番目、余ダメージ上昇効果大 15% かつバトル開始時 BP プラ2。フリーレさん 55% 余ダメージ上昇、相当火力キャラですね。結構強い。で3番目、さらにターン開始時毎ターン自身の腕力と知力上昇効果賞、そして BP プラ1。いやー面白い面白い。何が面白いってさ、1ターン目動かずに、2、3ターン目にこちら全体 S 技っていうのをつなげることができるんですよ。 BP12 スタート、1ターン目動かなくて4ずつ回復するから2ターン目16、3ターン目に20っていう状態なんで、この覚醒すると BP10 全体 S 技が2ラウンド3ラウンド続けて打てる。これはかなり面白い性能ですね。そしてこの流れで技見ていきましょう。アイスカッター、
覚醒すると BP4 威力 D の全体、そして、覚醒すると BP7 威力 A の単体、麻痺気絶で、最後に覚醒すると BP10 威力 S の全体、そしてヒートアップを付与する。ただし LP に使います。いやー、ヒートアップしようって 5% でしょ。いやー、 LP に使わせるって結構ひどいよね。で、これはこのヒートアップが強いから LP に使うっていうよりは、もうフリーレさんは長期戦できませんよというところで LP 消費つけられちゃった感じですね。さあ、評価の方行ってみましょう。螺旋回路構造ボスには向いてないので×。追憶の幻灯上、ここも向いてない。いや、なんといっても全体技が LP に使っちゃいますからね、ちょっと向いてない。いや、あの威力 D の全体だったら使えるんですが、いやー、ちょっと向いてないんですよ。体験は他にも強いスタイル結構ありますからね。ただいいところもありまして、麻痺が使えるというところ。しかもこのスタイル、知力補正が 106% あって高いというのと、アビリティで毎ターン知力上がっていくので、リアルクイーンに対して、2ターン連続麻痺を入れることができると思います。そこに関してはめちゃくちゃ良い。というか、そこだけかもしれない。で、最果ての決戦闘丸。いやー、フリーレさん最果ての決戦闘でめちゃくちゃ活躍する可能性があります。というのが、1ラウンド目氷付けで動かないんですよ。これが逆に良くて、例えばアマスト回の戦闘にフリーレさん置いておくじゃないですか。そうすると本当は行動補正があって1ターン目動いちゃうとこなんですが、動かない。で、2ラウンド3ラウンドに全体 S が打てる。だから1ラウンド目はアマスト回の2列目の人が突破して、2ラウンド3ラウンドはフリーレさんが動く。この動きがめちゃくちゃ面白いですよね。ただし残念なのは、霊属性がついてないんですよ、全体 S 技。なので残属性しかない。で、やっぱり長期戦するの難しいんで、エッグには×。そして他高難移動に関しても、まあちょっと×かなと。で、周回がやっぱり面白くて、まあ1ラウンドとか1ラウンドボスとかはちょっと残念というか、あの強い技ないんですが、3ラウンド周回がめちゃくちゃおもろい。さっき言ったように1ラウンド目動かないんですよ。なので1ラウンド目に S 全体が打てる、まあ例えばリッチさんみたいなスタイルをアマスト回の2列目に置いておいて、1ラウンド目リッチさんの S 全体で突破、そして2ラウンド目3ラウンド目はフリーレさん行動補正がついてる戦闘で S 全体で突破みたいな感じで、あの手数を減らしつつ3ラウンド周回できるかもしれないっていうのが面白いところ。ただフリーレさん1体で周回引率ができるわけではないので、二重丸ではなくて丸にしました。で、2ラウンド周回に関しても、まあ、同じような運用なんですが、1ラウンド目がねやっぱり石化してるっていうのもあって、2ラウンドになるとそのメリットは薄くなるかなというふうに思ってます。1ラウンド目に石化っていうのは、最果ての決戦闘においては、まあ、ディレイ技の介護感みたいな感じではあるんですが、こういった、オートで回るような周回においてはディレイ技ってうまく選択、オートで選択してくれなかったりするんで、この氷付け状態、周回ではめちゃくちゃ面白いというふうに思ってます。で、最後に面白いところあって、これフリーレさん耐性がね若干10ずつ高いんですよ、ザン・ダトツ。なぜだ。そして最後にフラーマさん。いやー、フラーマさんはなんといってもこれリバイバ持ってきてるんですよ。これがめちゃくちゃ面白い。そして個人的に一番良かったのは、火の鳥持ってるじゃないですか。で、証券スタイルなんですよ。いやー、運営わかってる。マジで運営エアプじゃなかったわ。今までミニオンとか火の鳥を杖スタイルで打ってたんですよ。しかし今回フラーマさん証券スタイルで打ってくる。これミンサがやっていた人なら、あの皆さんお気づきでしょうが、炎のロットですね。これ改造してますね。いや、 LP 使わない火の鳥これ打ってますよね、フラーマさん。いや、こういう細かい原作再現好きだわ。そしたらアビリティの方を見ていきましょう。連機再生3、ターン終了時一定の確率 25%、
で自身の HP を回復効果小かつ自身の BP を回復プラス3 25% でプラス3なので、まあ BP4 回復キャラとは言わないんですが近いくらい回復してくれる期待値はある。で2番目ターン開始時自身の知力と精神を上昇効果中、小じゃなくて中なのは嬉しいね。精神上がると状態異常耐性も高くなりますしね。で最後攻撃を受けた時非ダメージ軽減効果中かつバトル開始時 BP プラ2、まあ非ダメージ軽減としては 10% しかついてないんですけども、連機再生があるので、まあ、HP 回復しながらなんとか耐えてくれるかなという感じですかね。そしたら技の方を見ていきましょう。覚醒すると BP3 威力 C の単体自身の知力を上昇させる。めちゃくちゃとにかくフラーマさん知力上げてきますね。で再注目リバイバー、覚醒すると BP7 味方単体に対してターン終了時 HP 回復気絶時特大1回を付与する。これあれですね、あのイゴマールさんみたいな状態にさせる。かけておくと、まあ、倒れたとしてもターン終了時に自動で復活するよと。しかも今回 HP 回復特大で復活するので HP 状況も相当いい感じで復活してくれます。しかもツイッターの情報によるとこれターンまたぐこともできますし、かけた状態でターンまたいでも効果切れませんし、重ねがけしておくこともできるらしいです。でこれの使い道がね結構難しいんすよ。現状刺さるところと言われたら明確に刺さるところはないかもしれない。まあ今一番思いつくのは例えば追憶の幻灯上で麻痺とか特定ターンに麻痺とかスタン入れなきゃいけないという状況、絶対このスタイルは死ねないよねっていう時に、まあ、あらかじめリバイバーをかけておけば大丈夫。クジンシーでいや次のターンスタンかけたいっていう時の前のターンでスタン役が死んでしまうっていう次のターン起こしても遅いんだがっていう場合、そういう場合には使えるかもしれない。あとは例えば人間男さんのカウンター戦法みたいな時に、まあ、特定のキャラは狙われやすい位置に置いてるんでそのキャラにかけておくとか。まあ残念なのは1回死んでから復活ということで LP 使っちゃうから、リアムみたいなのにかけておけば無敵になれるよねみたいなことはないんですよね。ただこれは唯一性、今のところフラーマさんしか持っていない、面白いと思います。そして最後に火の鳥プラス覚醒すると BP12 威力 S の全体技。そして評価の方螺旋回路を高層ボス向いてないので×。そして追憶の幻灯上丸。いやーちょっとここは三角に抑えようかと迷ったんですが、意外と私は証券足りてないなっていう印象もあったのでこの性能でも丸にしました。まあ一応確率 25% で BP プラス3するしそこそこの回転率で火の鳥打てるかなっていうところですかね。あとはさっき言ったように重要なキャラに一応リバイバーかけておけるみたいな。で最果ての決戦とここはねやはり火の鳥打てるんですよ1ターン目から。ただしその後が続かないということで三角にしてます。そして X 戦に関してまあリバイバーなんだけどちょっと難しいかなということで×で、他高難易度、ここは唯一性、リバイバの唯一性を評価して、×から三角という評価にしてます。というのは、やはりリバイバめちゃくちゃ面白い性能なんですが、今のところどこで刺さるかっていうのがわからない。まあ、もちろんね、リバイバ以外になんか役目を持てればそれでもよかったと思うんですが、まあ、結構ね、これ、フラーマさん、リバイバさんなんですよ。結構リバイバ以外の特徴が薄めなんすよね。なので三角まで行かずに×から三角という評価にとどめておきました。で最後に周回性能。強い単体がないので1ラウンドボスは×。で2ラウンド周回に関しては、まあ、火の鳥打てるかなということで三角。3ラウンド周回に関しては継続性がないので×としています。
というわけで、以上がミンサガ赤魔導士ガチャの評価になります。引いて即使えそうなのはフリーレさん。この石化状態、氷漬け状態が逆に面白い。そして私がやはり大注目している、私はこの捕獲困難糸とエッグっていうところを再注目してますので、私の中での再注目はやはり赤魔導士。ただ精神下げに限って言うと、あのプラチナガチャで出るワイルの方でも代用が効きそうですし、能力アップ解除に関してはできるスタイル増えてきてますんで、唯一性が薄いというところで、まあそこまですごい出番があるかって言われると怪しい部分もあるかなというふうには思っております。あとはエッグみたいな超高難易度になると、アビリティで発動する精神デバフ 5% みたいなのが、まあ、タイミング悪く発動しちゃって弱体解除誘発しちゃうみたいなことが、まあ、5% なんで滅多にないと思いますが、まあ、若干そのあたりも注意しなきゃいけないかもしれませんね。でフラーマはもうリバイバがどうなるか次第よ。このリバイバが将来的に活躍すると見るかどうか、私は若干怪しいなとも思って×から三角という評価にとどめました。ただ面白い技ではありますよね。ま、珍しくさ、いや3体ともなんかそれぞれ特徴があっていいなと思うガチャでしたね。でこちらもちろんミンサガファンとしてはコンプするまで引く配信っていうのをやると思います。なのでそちらもね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。4月末にはまだこの後ダブルガチャ来るかもしれませんし、ミンサガダブルガチャだったらめちゃくちゃ嬉しいですね。ミンサガ主人公系とサルイン系ガチャとか、それはクソほど熱い。あとはもうすぐゴールデンウィーク、そしてハーフアニバーサリーと、いやいろいろ待ってますからね。ちょっと石はジュエルは節約して使いたいところでもある。もしどうしようかなというふうに考えてる方がいらっしゃいましたら、その辺も考慮して、引くかどうか検討されてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ではご視聴いただきありがとうございました。